どうも、阪神タイガーズ応援チャンネルの主、玄太朗と申します。よろしくお願いいたします。さて、さて、さてですよ、皆さん。本日19日ですね。阪神が新外国人選手を獲得いたしました。えー、その選手はですね、元ソフトバンクのスアレス選手でございます。イエイ <laughs> うん。いやーね。 えー、最大8人取るという外国人選手についてね、えー、球団側が言ってらっしゃいましたけど、えー、その中の一人であるスアレス選手が獲得、えー、確定されましたね、いやー、本当にありがたい、うん、まあね、そのつい先日ですよ、ドリス選手と、えー、ジョンソン選手がね、もうね、残留交渉を打ち切ってしまったと。ま、うんうん、まあなんと言いますか まあ、ドリス選手はともかくとしてジョンソン選手はね、まあ、ほぼほぼ確定でメジャー行くと思ってたんでし、まあ、仕方がない部分ではあるんですけど、まあ、ドリス選手も、ね、抜けてしまうとは、うんまあ、どっちが悪かったのかその、うん、球団側から提示したそのこっちとかね、まあ、その家庭事情とかあるんでしょうけどいろ、うんまあ、んなところも踏まえてそのドリス選手を手放してしまったのは。 ね、もったいなかったな、という個人的な気持ちはあるんですけど、まあまあ、それはね、さておき、えー、スアレス選手を獲得しましたね。いやー、いいね。うん。急速においてはね、ドリス選手に負けるところは全然ないんで、うん。まあ、その他に関しては、まあ、ちょっとね、その、手術とかあったんで、えー、今シーズンは、正直、ね、よろしい成績はスアレス選手残してないですけど、来シーズンはね、もう、阪神に来たらもう、リリーバーはめちゃめちゃ強くなるっていうところがね、あるかもしれないんで、 えー、スワレス選手、来シーズンはね、もう、セットアッパーとして頑張っていただきたいな、というふうに思っておりますと。うん。そしてですね、まあ、あのー、まあ、軽く、僕はね、その、なんというか、阪神ファンってところもあって、基本的にはセリーグの試合しか見ませんと。うん。まあ、阪神の試合しか見ませんぐらいまでありますね。で、まあ、パリーグの試合見るとすれば、まあ、日本シリーズで見るとか、 まあ、それこそ、交流戦で見るとかぐらいしかないんで、正直ね、そこまで、スワレス選手に対してめちゃめちゃ、この、どういう投手なんかっていう情報を知らないんですよ。 うん。だから、皆さんコメントで教えてくださいね。うん。コメントで教えてもらえたら、あ、そういう投手なんやっていう感じでね、思っていくんで。というところでね、まあ、軽く調べましたと。まあ、本当にニュースに載ってるぐらいのことなんですけど、えっと、2016年にソフトバンクに入団して、セットアッパーとして58試合に登板と26ホールドを記録した。え、その翌年にはね、トミー・ジョン手術を受けて1年間登板なしで、え、リハビリを経て2018年に復帰したと。うん。 で、今年はね、先発とリリーフで9投板し、えー、0勝4敗、防御率5.74と成績は残せずと、ソフトバンクから戦力外になってたところを阪神が拾ったという感じですね。 うん。まあ、最大161キロやったかな ?160 キロぐらいのストレート。うん。あの、急速においてはね、間違いなくいいものがあるんで、まあ、梅ちゃんであればね、その、どんなね、荒れ玉であろうが止めてくれるし、スピードを速いボール投げたところでね、梅ちゃんなら取ってくれると。まあ、梅ちゃんがね、キャッチャーなら、 うん、もう、スアレス選手もね、絶対復活すると、個人的にはね、勝手に思ってるんですけど、うん、スアレス選手にね、えー、本当に活躍してもらいたいな、というところと、うん、えー、っとね、まあ、 の最初に言いましたけど、外国人選手をね、8人獲得すると。うん。まあ、野手を3人体制にするのか、まあ、2、人体制にするのか、まあ、ワンチャン、その、投手3、あの、野手1位になってしまうのかっていうところはあるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、その、阪神に入団したのであれば、えー、頑張ってね、成績を残してもらいたいなと。ジョンソン選手の代わりに、ドリス選手の代わりになっていただきたいなというふうに思っておりますと。うん。まあ、っていうかね、スワルス選手ね、まあ、今シーズン、 その、先発で投げたってところもあるんで、どっちでやるんやろうと。まあ個人的にはもう本当にセットアップとしてしか考えてないんですけど、まあ先発でも投げてるってところもあって、まあワンチャン先発もやんのかなという感じはあるんですけどね。まあ僕のコメント欄でね、その違う動画で、 先発について、も、まあ、先発はいっぱいいるから、その中継ぎに回ってくれっていうコメントがあったりしたんですけど、まあ先発もね、正直ね、その、まあもちろん先発候補はいっぱいいるんですよ。まあ日本人投手。 がね、基本にはなりますけど、まあ、藤波投手であったり、もちき投手であったり、浜地投手であったり、大野投手であったり、佐伯投手であったりとかね、まあ、いろんなピッチャーはいるんですよ。全部右やけどな <laughs>。まあ、右ですけど、まあ、そういうピッチャーたちがいるんで、まあ、先発に関してはね、その、なんとなくいけるなっていうところは、思ってはいるんですけど、ただ、いかんせんね、まあ、藤波投手は、その、ね、請求なんとか。 まあ、小野投手、佐伯投手は怪我で抜けてしまったりとか、まあ、1シーズン投げきれなかったというところもあったりとかしてね。正直、何とも言えない成績ってところがあるんで、まあ、160キロ投げれるんやったら、まあ、先発に回れるんやったら、スワレス選手先発もありなんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、僕としてはね、もうセットアッパーとしてしか考えてないんで、できればそっちに回ってもらいたいなと。うん。いやーね、ホールドで記録取ってほしいね。うん。いやーね。 その、来シーズンはね、その、阪神の都市にしていただきたいな、というふうに思っておりますと。はい。うん。本日はね、えー、本日ですよ。本当に本日19日に、えー、獲得は発表されたスワレス選手のことについて語らせていただきましたと。うん。いやーね、本当にね、ジョンソン選手とね、ドリス選手がね、もう対談なんで、もうリリーバーどうしようと。 まあもともとね、その、対談してしまうかもしれないという情報の中で、まあ、スワレス選手が一番の最有力候補だったというところはね、もちろん知ってて。 え、取るんかな取らへんのかなっていうところはあったんですけど、ただね、えー、ちゃんと獲得という、まあ、球団側からしっかりと発表されたっていうところを聞いてね、いやー、ほっと胸をなでおろしましたよ。うん、うん。まあ、正直今シーズンはね、いい成績残してないんですけど、阪神に来てね、梅ちゃんとバッテリー組んだら、えー、復活するんじゃないかなと思っておりますので、来シーズンよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter のフォローよろしくお願いいたします。 というわけで失礼します。バイバイ。